ハローイチュ、どうもアサルです。今回は Amazon から2020年モデルとなる新型の Fire タブレット Fire HD8、Fire HD8 Plus、そして Fire HD8 のキッズモデル、合計3機種が発表されましたので、詳細なスペックや特徴などについてご紹介したいと思います。本来であれば Fire HD8 につきましては毎年必ず新製品が発売されていたんですが、昨年2019年は結局発売されず、今年こそは絶対に発売されるだろうと思っていた方も多いかと思います。そしてその予想通り、先日新型の Fire HD8 が発表されました。意外だったのは Fire HD8 だけではなく Fire HD8 Plus という少しスペックの高い上位モデルも同時に発表されました。まずは今回発表されたモデルのスペックをご紹介します。なお、キッズモデルにつきましては、ベースとなる Fire HD8 と基本スペックは同じですので、省略しておき、今回は通常の Fire HD8 と Fire HD8 Plus、主にその2つのモデルについてスペックをご紹介します。今、画面に表示している表の中で、緑の枠で囲っているのが、今回発表された最新モデルとなります。なお、表の右側につきましては、前回の Fire HD8、そして昨年発売されたFire HD10 のスペックとなっています。では、今回発表された新型の Fire HD8 ですが、その中でもモデル名にプラスのつかない方のスペックをご紹介しますと、CPU は 2GHz のクワッドコア、RAM が 2GB で、ROM が 32GB または 64GB、ディスプレイは 8.0 インチ、解像度は 1280×800 ドット、カメラは前後ともに200万画素のセンサーを搭載しており、動画撮影につきましては 720p の動画撮影が可能となっています。バッテリーにつきましては最大12時間の駆動が可能で、OS はこれまで同様 FireOS となっています。価格につきましては 32GB モデルが9980円、64GB モデルが11980円となっています。機器的にも対応した日本向けのタブレットとしては、これまでのモデル同様、とても低価格なモデルになっています。一方のモデル名にプラスがつく方、Fire HD8 Plus のスペックですが、CPU は同じく 2GHz のクワッドコア、RAM については 3GB、そしてその他のスペックについては Fire HD8 と共通になっています。なお、一つ気になるポイントとしては、Fire HD8 の方が、RAM が 2GB の CPU を搭載し、Fire HD8 Plus の方が 3GB を内蔵した CPU を搭載しています。ですので CPU の型番としては Fire HD8 と HD8 Plus、それぞれどういう型番の CPU が採用されているのかということはまだ発表されていませんので何とも言えませんが、少なくとも Fire HD8 Plus の方が RAM が 3GB の CPU を搭載していますので、処理速度的には多少速いのではないかと思います。なお、パソコンに詳しい方は CPU と RAM は別々の部品ではないかと思っている方もいるかもしれませんが、タブレット、それからスマートフォンなどに搭載されている CPU、厳密に言うと SOC ということになるんですが、これは一つのチップの中に CPU や RAM を搭載した部品になりますので、このスペック用では分けて記載していますが、実際はそれぞれ別のパーツではなくて、一つの SOC という部品の中身になります。この表に掲載したスペックで言うならば、2018年に発売された第8世代の Fire HD8 とそこまで変わってないように思うかもしれませんが、いろいろと変わっているところもあります。まずは今回発表された新型モデルにつきましては、Wi-Fi が 802.11ac に対応となりました。現在発売されている Fire タブレットの中で AC に対応していたモデルが Fire HD10 のみとなっていましたので、これでやっと Fire HD8 もAC での通信もできるようになりました。ただし、スマートフォンなどは、すでにハイエンドモデルを中心に Wi-Fi 6に対応したモデルも出てきていますが、今回の Fire HD8 は新型モデルとはいえ、Wi-Fi 6の方は非対応となっています。その他、ほとんど気にすることはないかもしれませんが、Bluetooth につきましてもバージョン5に対応しました。そして、ディスプレイですが、サイズや解像度は変わらないものの、従来機種よりも明るいディスプレイが採用されていますので、さすがに太陽光の当たるような場所では見えにくいかと思いますが、屋内の明るい場所で映画などのコンテンツを見る際もより見やすくなっています。また、マイクロ SD カードの容量ですが、
従来のモデルは最大で 400GB までしか対応していませんでしたが、最新モデルでは 1TB まで対応となりました。また、個人的に嬉しいポイントとしては、USB 端子が FireHE10 と同じく Type-C の USB 端子に変更になっています。ただし、Type-C 対応といっても、USB の規格自体は USB 2.0 のままになっています。この Fire タブレットの用途からしても、わざわざ USB 3.0 に対応する必要はないかと思いますので、このスペックで十分かと思います。なお、付属している充電器ですが、FireHE8 は 5W の充電器が付属しますが、FireHE8 Plus の方につきましては 9W の充電器が付属します。もちろん、どちらもタブレット用の充電器としては、スペックの低い充電器にはなっていますが、それでも FireHE8 Plus の方は 9W ということで、付属の充電器を使う場合、FireHE8 よりは、より短い時間で充電することができるようになります。なお、FireHE8 と FireHE8 Plus、もう一つ大きな違いとしては、ワイヤレス充電に対応しているかどうかという違いがあります。もちろん対応しているのは上位モデルの FireHE8 Plus の方で、同時に発売されるワイヤレス充電機能を搭載した専用のスタンドに取り付けることによって、この FireHE8 Plus 自体をスマートスピーカーのようにして使うことができます。もちろん、これまでもスタンドに取り付けてスマートスピーカーのようにして使うという製品はありましたが、これまでのものは有線接点での接続となっていましたので、やや使いづらいところはありましたが、今回のモデルにつきましては、ワイヤレス充電ということで、スタンドに置くだけでセットできますので、これまで以上に使いやすい製品になっています。その反面、FireHE8 Plus の方が価格は高く、32GB モデルで 11,980円、64GB モデルでは 12,776円となっています。なお、冒頭でもご紹介しましたが、まだ具体的な CPU の型番は発表されていませんので、どの CPU が搭載されるのかというところは何とも言えませんが、2GHz となったとはいえ、FireHE10 に搭載されていた CPU は 2GHz で、なおかつ8コアでしたので、それと同じ MT8183 ではなさそうです。ですので、実際にベンチマークテストなどを行ってみなければ何とも言えませんが、おそらく処理速度としては昨年発売された FireHE10 の方が上なのではないかと思います。ですので、今回新型の FireHE8 と H8 Plus は発表されましたが、もし昨年 FireHE10 を購入されている方は、どうしても8インチのモデルが欲しいという以外は、あまり FireHE8 の新型モデル買う必要はないかもしれません。なお、Fire タブレットは価格はとても安いので、格安の Android タブレットと比較されることも多いかと思いますが、一般的な Android タブレットと Fire タブレットの違いとしては、Google Play がインストールされているかどうかというところにあります。基本的に Fire タブレットも Android タブレットもベースとなる OS は Android なんですが、Fire タブレットの方は Amazon 独自のカスタマイズが加えられており、おそらく Google が要求する条件には当てはまらないため、Play Store は最初からインストールされていません。そのため、どういったことが起こるかというと、Android タブレットの場合ですと、スマホなどでもおなじみのアプリを Play Store からインストールすることができるんですが、FireHE8 につきましては、それができないということになります。もちろん、少し特殊なことをすれば、Play Store を無理やり入れることは可能なんですが、このチャンネルで過去に何度も検証した結果、やはりアプリの動作が完全ではなく、起動はできるものの一部の機能が使えなかったり、いろいろとややこしいところもありますので、もしタブレットを購入する目的が Android 向けのアプリを使うというのが目的であれば、あえて Fire タブレットを購入するのではなく、素直に一般的な Android タブレットを買った方がいいかと思います。では、今回発表された FireHE8 や H8 Plus、どういった方におすすめかということですが、まず通常モデルの FireHE8 につきましては、すでに Amazon のプライムビデオなどを契約している方が、ベッドの上なので映画を見たりする際にはちょうどいいサイズになっています。ですので、使う用途が映画を見るだけというような方は、今回発表された FireHE8 を買ってもいいかと思います。また、そういった方の場合は、端末自体にたくさんのファイルを保存するということも必要ないので、32GB の安い方を購入しておけばいいかと思います。一方の FireHE8 Plus、こちらにつきましては、ワイヤレス充電に対応し、
なおかつ別売にはなりますが、専用のスタンドも発売され、それぞれセットで使うことによってスマートスピーカーとして使うことができますので、主にスマートスピーカーとして使い、たまにタブレットとして映画を見たり、電子書籍を読んだりして使いたいという方は、Fire H8 Plus の方を買ってもいいかと思います。ただし、専用のスタンドはないにしても、Fire 7 や Fire H10 など、すでに発売中の Fire タブレットにつきましても、スマートスピーカーのような使い方はできるようになっていますので、もしすでに何か他の Fire タブレットをお持ちの方は、あえて追加で購入する必要はないかと思います。ということで、今回は Amazon から新型の Fire タブレット、Fire H8 と H8 Plus が発表されましたので、スペックや特徴などについてご紹介しました。個人的に嬉しいポイントとしましては、USB 端子が Type-C になり、なおかつ Wi-Fi も AC に対応となったり、細かい部分でこれまでの Fire H8 から改善が加えられており、残念ながら価格はアップしてしまったものの、Fire タブレットの特徴をよく理解した上で購入するならば、現行モデルよりはかなり使いやすくなっているのではないかと思います。なお、この動画の概要欄には、今回発表された Fire H8、それから Fire H8 Plus、販売ページのリンクを貼っておきます。先ほど確認したところ、Fire H8 Plus につきましては、本来 64GB モデルもあるはずなんですが、なぜか先ほどは 32GB モデルしか表示されていませんでした。今後また復活するとは思いますが、もし 64GB モデルの方を購入しようと検討されている方は、間違って 32GB モデルを注文しないように注意が必要です。そして繰り返しになりますが、Fire タブレットというのは Play Store はインストールされていませんので、Android タブレットとして使う場合は使いにくいところも多々ありますので、たくさんのアプリをインストールするなど、汎用的な使い方をしたい場合は、この Fire タブレットではなくて、通常の Android タブレットの方をお勧めします。なお、新型モデルの発売日は6月3日を予定しています。もしまだ購入しようかどうか迷っている方は、まだ発売日まで少し余裕がありますので、それまでにじっくり検討してみるのがいいかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。